これが戦争の場合、空が食われるか命の駆け引きであります。次に頭を出した者が死ぬ、そういうゲーム。レオンの手にはマグナム、敵の手にはミニガン、侮ってはいけません。いくらレオンといえどミニガンを10発も食らえば死んでしまいます。ここまで様々な死に戻りを繰り返してきたリゼロから始まるレオンのサバイバル生活、一つ分かったことは、人間はマグナムを眉間にぶち込まれても一発じゃ死なないということ。人間がいかに頑丈か分かる素晴らしいゲームだ。リアリティに溢れています。まるで初めてのお使いのように一生懸命にレオンに向かってきます。オダチンを握りしめ、レオンの顔が描かれたイラストを懐に、一人でできるというところを田舎のお母さんに見せてあげたい、そんな気概が伝わってきますが、レオンにはそんな境遇知りもしません。無駄玉で煽っていく、これが大人のやることか。主食はクソなのか。いよいよご対面、もう何度目の再会か分かりませんが、これで最後にしてほしい。一体何の機会なのか、少なくとも筋トレマシンでないことは確かでしょう。よく怪我したベジータが入っているポットか。この親父も正直マンネリか。登場の仕方にレパートリーがなくなってきました。へそプリンでもやりながら登場すれば一笑い取れたんでしょうか。まだ照れが残っているのか、それともプライドか。ここは八家64章、ヒューガ一族の自由憲法、風の頼りで聞きましたが、今は八家128章まであるそう。数を増やせばいいというものでもない気がします。さあ、ここで現れたのは胸の大きさがエイダー。このマシンガンの連発の方がはるかに八家64章に近い気がします。決まったか。リオン、Now! そんな簡単に出られるものだったのか。一体なんでこんなところにしまっていたのか。しまっちゃえおじさんなのか。何やら様子がおかしい。進化か。コロコロとヤギのうんちのような球の出し方であります。明らかに普通ではありません。もしかしたらこのおじさん、ただのおじさんではないのかもしれません。確かによく見たらスーパーサイヤ人3の孫悟空みたいな顔をしていた。銃弾をも弾く素晴らしい肉体であります。この瞬間のために欠かさず積み上げてきたトレーニング、努力は裏切らない、そう背中で語る姿はあまりに雄弁であります。一体どんなトレーニングを積めばこのような肉体になれるのか。エッセイを執筆してほしい。詳しい話を聞きたいが、どうやらシステム的にもう出会うことはできなさそう。驚異のシンクロ率、これが日本の金メダル候補であります。全人類待望の瞬間が今まさに訪れようとしています。ここからはノーカットでお送りいたします。これは本当に治療なのか、それにかこつけたプレーなのか、リンパでしょうか。やはりリンパか。ここで言うべきことはただ一つでしょう。ありがとうございます。いよいよ最終決戦。武器の貯蔵は十分か。この島に残っているのはレオンとアシュリー、エイダ、そしてサドラーの4人。武器商人は先ほどナイフで死にました。ソビエタツ工事件、この鉄骨の塊はレオンの墓標か、それともサドラーのものか。拳を固めていますが、トイレに行きたいのか。よくよく考えてみれば、この2人、このサバイバル生活中、どうやってトイレを済ましているのか。それが気になって、エイダどころではありません。胸の大きさが。エイダ。そして現れたのは、しまっちゃえおじさん。うねうねと気持ち悪い杖ですが、お気に入りなんでしょうか。ああ、出てしまった。一番恥ずかしいやつ。親に見られたら黒歴史もの。笑ってはいけません。誰しもが通る道、人は空を飛べる。遠くの石を動かせる。そう信じることが大切であります。その胸でよく無傷で済んだな。レオンもサドラーも内心そう思っていることでしょう。笑ってなどいません。結局ブルース・ウィルスとシュワちゃんがドンパチするやつが一番面白い、そういうことでしょうか。そのふっくら涙袋は整形して手に入れたものなんでしょうか。湘南美容外科でしょうか。紹介してほしい。これが本当の目玉親父だ。
歯並びが汚い、いくら身だしなみを整えていても歯が汚いのは一番ダメでしょう。こんな体になってしまっては自慢の眉毛も髪も整えることはできません。一体美容師には何と言えばいいんでしょうか。襟足は今回は長めといってもどこが襟足なのか全く分かりません。とりあえず最終決戦が始まった。どうやらこのおじさん目が弱点のようです。やたら肥大化して攻撃手段も非常に多岐にわたりますが、ちゃんと弱点は残してくれる、まさにボスの鏡。その尊大さに甘えて目玉をほじくってやりましょう。こんなに目が増えてしまったら花粉の時期はきっと地獄を見ることになる。一生春など訪れなくていい。ラスボスにふさわしい怒涛の攻撃、なかなか反撃の糸口をつかめません。ここは一呼吸置いてタイミングをつかみたい。ダメだこりゃ。4次元ポケットみたいな出し方をしてきます。一体どこから出てきたのか。この巨体でこの跳躍力、ヤンナルデと思わずつぶやいたのはサークロコダイル。ひるめを取った。確実にダメージは蓄積されている。レオンとサドラ、ダメージレースで勝つのは果たしてどちらか。しかしこちらはとっておきが残っています。必殺のマグナムを眉間に叩き込んでいく。来たか。バイオ名物恒例のロケットランチャーであります。さあ取りに行きましょう。なんでそういう意地悪をするんでしょうか。アタッシュケースの大掃除も終わった。これで幕引きといきましょう。前回マイクを没収とした恨み忘れてはいません。全ての因縁をここで断ち切りましょう。しかしサドラがアシリを拉致したおかげでいいものをいっぱい見ることもできました。感謝の気持ちを抱きつつ、これがありがとうのロケットランチャーだ。見事夜明けとともにサドラの断末魔がおはようのアラームとなって島中に響き渡った。そもそもなぜこの島に来たのか、どういう設定だったか忘れてしまいましたが、群馬がどうとかああとか言っていたような気がします。今となってはどうでもいいことでしょう。貧乳の逆襲か。正真正銘のラストランであります。残り時間は2分半。アシュリーと共に脱出すれば晴れてゲームクリアとなります。やはり最後に物を言うのは射撃センスでもロケットランチャーでもありません。自分の足腰、生まれ持った脚力と忍耐力でアルカトラズと化したこの島から脱出に向かって進んでいく。地獄のエレベーターに乗り込み階下へ降りていきます。流行る気持ちを抑えながらも頭はクレバーでなくてはなりません。ここで足手まといと合流だ。さあ時間が少なくなってまいりました。ここまでレオンを支えてくれた武器を金繰り捨てて、少しでも身を軽くし出口へと走っていきます。さあ2分を切ろうとしています。レオンの両足は破裂寸前の風船のようにパンパンだ。ここでお遊びも挟んでいきます。アシュリーも戸惑いを隠せないことでしょう。ラストパンチだ。アシュリーも心なしか残念そうな顔をしています。飛んだ地上です。時間には余裕があります。ここまで素晴らしいタイムを計測しています。無尽蔵のスタミナ、これが人間技なのか。我々と同じホモサピエンスという種族に分類されるとはとても思えません。祖先は馬かジャッカルか。女子と二人でウォーターバイク、誰もが憧れるシチュエーション。背中で感じる柔らかな感触と彼女の鼓動がトップスピードへと押し上げる燃料となります。このままいろんな意味でフィニッシュを迎えそうだ。感動のフィナーレに花火はつきものでしょう。ここまで非常に長い道のりでした。ひょんなことからこの村に立ち寄り多くの地獄を見ましたが、終わってみればいい旅だったということができそうであります。さあ鬱屈したホラー穴から束縛から解放へ、ようやく日の当たる場所に戻ってくることができました。
美しい虹を見ることができて何よりの幸せ。アシュリーは怒ったが、もうそんなことはどうでもいい。死んだか生きてたか、悪運が強いやつです。びしゃびしゃのアシュリー、対はありませんが、いい言葉の響きであります。仲間でびしょびしょでしょう。真面目な男です。長らく続けてまいりましたバイオハザード4、感動のフィナーレであります。あまたの困難を跳ねのけ、多くの死を乗り越え、男レオン、また一つ大きく株を上げることになったんじゃないでしょうか。しかしアンブレラの復活に、ブラーガのサンプルの行方、まだまだ終わらないのがこのバイオハザード。果たしてレオンの命運はどうなってしまうのか、それはまた別の機会になることでしょう。それでは皆様、お疲れ様でした。